ニキタコロフはアメリカ合衆国の元プロレスラー。ミネソタ州ミネアポリス出身。1980年代後半を前世紀にロシア人リミックの大型ラフパワーファイターとして NWA ミッドアトランティック地区を主戦場に活動。当初はヒール、後にベビーフェイスとなって活躍した。学生時代はアメリカンフットボールで活躍しユスフルのトライアウトを受けるが、 同郷の友人ロードウォーリアーアニマルに誘われてプロレス入り NWA ジョージア地区を経て1984年にイワンコロフの老いのに来たコロフとして NWA ミッドアトランティック地区のジムクロケットプロモーションズに登場イワンのタッグパートナーとなり筋骨隆々の肉体を誇る大型ヒールとして対等する1985年からはクラッシャークルスチェフを メンバーに加えた、ロシア人、ユニット、ザ・ラシアンズの中核となって活躍。ロードウォリアーズや、ロックンロールエクスプレスと、NWA 世界タッ王座を争い、シングルでは、同年7月6日のグレードアメリカンバッシュにおいて、ディックフレアの NWA 世界ヘビー級王座に、挑戦した。1986年に1月には、クルスチェフと共に全日本プロレスに初来日。 ジャンボツルダ天竜玄一郎のツル竜コンビやジャパンプロレスの超収力アニマル浜口とも対戦した。同年はシングルプレイヤーとしての活動に比重を置き、マグナム T8 の構想では NWAUS ヘビー級王座をめぐる七番勝負を展開。9月28日にはジョージア地区のタイトルだった NWA ナショナルヘビー級王座を 和風マクダニエルからダッシュしている。ファン投票で1986年度のモースとヘイテッドレスラーに選ばれたほどの大ヒールだったが、やがて悪党人気が、ファンの支持に変わり、交通事故で引退したマグナム TA に変わる、ダスティローデスの新パートナーに起用され、1986年10月24日より、ベビーフェイスに転向1987年4月11日には、 ローデスト組んでタッグチームトーナメント、クロケットカップに出場、決勝でフォーホースメンのタリー・ブランチャードレックスルガーを破り、優勝を飾った。ローデストのコンビはスーパーパワーズと呼ばれ、旧敵ウォリアーズとも共闘してフレアー率いるフォー、ホースメンと軍団構想を展開、フレアーの NWA 世界ヘビー級王座にも再三挑戦した。 1987年8月17日には、ブランチャードから NWA 世界 TB 王座をダッシュ11月26日のスターケードで、提携団体 UWF の TB 王者、テリー・テイラーを下し、両団体の t b タイトルを統一した。その間の10月には全日本プロレスへの3度目の来日が実現、ジョン・テンタやザグレート・歌舞伎と対戦し、 テリー・ゴディともタッグを組んだ。1988年はマイクロトンドやバリー・ウィンダムと構想するが、妻が保持近隣パッシュを患ったために同年下もきに戦線を離脱。同時期、ジム・クロケット・プロモーションズはテッド・ターナーに買収され、WCW が発足したが、妻の死後は WCW に参加せず。 1989年から1990年までは地元ミネアポリスのアワに出場した。1991年2月、ヒールとして WCW に復帰し、スティングとの連戦を開始。7月14日のグレートアメリカンバッシュでは、お箱のロシアンチェーンマッチで、スティングから勝利を収めている。1992年からは、ベビーフェイスに戻り、 リッキー・スティム・ボートとのタッグチームなどで活動。リック・ルードやベーダーとも交想した。ベーダーとの交想で首を負傷したこともあり、1993年より、新聖キリスト教徒となって、現役を引退、以降は宣教師としての活動を続けている。選手時代は、ハルク・ホーガンのライバル候補として、WWF との契約が何度となく噂された、ものの、 WWF 参戦は一度も実現しなかった。引退後は長らくプロレス業界から離れていたが、2003年1月15日に、覆面レスラーのミスターレスリング4号を名乗って、ティネに登場。かつての名優ダスティ・ローデスを吸収し、覆面を脱いでその正体を明かした。その後は、フェイスターンして、ローデスを援護。 スーパーパーズ再結成をほのめかすも、選手としてリングに復帰することはなかった。2008年には、かつての主戦場ジムクロケットプロモーションズの団体と、同名賞のインディー団体マクエに出場し、3月15日の工業では、バフ・バグウェルの試合に介入、5月16日には、ボビー・イートンと対戦するリック・スタイナーのセコンドを務めた。同年は、 NWA 電動にも迎えられている。ありがとうございます。